あれある？うん。ガム？ノールック？え？熟年夫婦みたい。てか、あれで、それ？いや、あれはこれでしょ。なあ。うん。すげえ。てか、寒くない？寒いな。やば！一緒にお風呂？らしいよ。じゃあ、お互いの？いや、覚えてねえって。3歳の時だしね。私、実はちょっと覚えてる。恋愛してママがいるじゃん。こいつはそんなんじゃねえって。ママも恋愛感情とか湧かない？うん、全く。不思議がられるけど好きとかじゃないんだよな。いや、ね、好きなんだけど恋愛のそれとは違う。2in8ビデオ、世界の人口80億人分の2人って意味だって。最近ペアキーホルダーつけるの流行ってるもんな。うん。あ、これとかいいじゃん。え？オンリー？唯一無二の二人、うん、って意味らしいぜ。うん。あ、じゃあ私たちだったら唯一無二の幼なじみだね。いや、キモ。キモって。本当に好きとかではないんだけど。付き合ってくれる？たくやくん。あ、いいけど。やった！嬉しい。ずっと一緒だった幼なじみが誰かのものになったら。急に気になり始めるのはなんで？ねえマナ。うん？彩香ちゃんのプレゼント何にすればいいかな。なんで私に聞くの？まあ一応マナも女の子だし女心わかるっしょ。もう絶対教えないから。ごめんごめん、教えてください。教えて教えて。あ、これとかダメだ。いいなった。教えて教えて教えて。知らん、ミスった。なんでもない。自分で探しなよ。分かったよ。この感情の名前を知ってる人がいたらコメント欄で教えてほしい。マジで。あーん、あーん、うん、おいしいわ。あ、ちょっと俺トイレ行ってくる。うん。私、たくやくんと付き合ったんだ。え？え？聞いてない？あ、聞いたよ。おめでとう。今、たくやくんとすっごいラブラブなの。よかったね。昨日一緒に撮ったプリ、見たい？見たくないだろう。いや、でもここは。見たいかも。あのさ、たくやくんに連絡するのやめてくんない？絵じゃなくて。たくやの方からだよ、ラインは。あいつ友達少ないから幼馴染の俺が仕方なく構ってやったんだって。たくやくん言ってたよ。幼馴染なのに全然知らないんだね、たくやくんのこと。知らないかもね。私全部知ってる、たくやくんの好きなもの。甘えん坊な姿も手の感じも唇の感じも。最近カルドラマが新しく出したこのバーズドラマ面白いよね。悔しくない、全然悔しくない。うん、面白いよね。うん、別に。あんなやつ何見てんの？別に。ん？あ、てかなんで LINE スルーすんだよ。はぁ、なんだよあいつ。あ、いった。
彩香ちゃん大丈夫？すごい勢いでわざとぶつかってきて。謝れって。大丈夫？立てる？早く謝れよ。ぶつかってきたのは彩香だよ。え？怖い。素直に謝れよ。いいのいいの、私もぼーっと歩いてたし。見損なったわ。保健室行こうか。あんなやつを好きになったの？拓也は。てか拓也も拓也でしょ。それ俺も好きっす。それ面白いっすよね、バーズ。ソウルインジェクション。あれ泣いてるっすか？いや、私も好きです、そこ。ソウルインジェクションってとこですよね。キャラだとトワコ一択っす。あ、似てる。ああ、俺渡るって言います、隣のクラスの。今更っすけど。実はずっと気になってて、まなちゃんのこと。なんか最近元気なさそうで心配で。まあ俺でよかったらいつでも話聞くっすよ。錯覚だよね。え？あ、いや、失恋した後は人を好きになりやすいって聞いたことある。失恋したの？いや、失恋じゃないけど。錯覚じゃないよ、多分。だとしても俺には直接言わない方がいいかも、それは。ですよね。付き合ってください。はい。今思えばこれは完全に錯覚だった。ちな、心理学では神話欲求っていうらしい。あ、やっべ、俺今日金ねえわ。マナーおごって。また？いいから早くして。なんでよ。あ、もうせえわ。大げさなんだよ。ちな、付き合った瞬間に相手の性格が変わる現象はなんて言うんですか？殴られたのか？ほっといてよ。大丈夫なのかよ、あの渡るって男。拓也に関係ない。関係ないって。今さら心配して何なの？本当か？本当。あんたがいなくても全然大丈夫だし。おはよう、まあな。拓也くん。マナ、ん？渡るとは別れた方がいいんじゃない？え？なんで？なんでって、激ヤバでしょ？あの男。タクヤくんのこと好きなんでしょ？思い伝えてみたら？錯覚だよ。え？別に今まで欲しくなかったものを誰かが持ってるのを見ると急に欲しくなるやつ。ああ、なるほど。そうそう。でも、それでもいいんじゃない？え？そういうもんでしょ、恋って。お前さ、もっと上手くやれよ。しょうがないじゃん。もっとさ、徹底的にやって、どこに進んだよね。悪いね。あの女、マジで目障りだからさ。はい、これ。はい。いやだって。ただ1万でいいって。ない。彼女ならさ、彼氏が困ってたら助けるもんだろ普通。でも無理。別れてください。ん？
お前が困ってたから助けてやったんだろなあ、なんとか言えよ。マナ、ごめん。お前俺から逃げられると思ってるな。話して。お前が俺を触れたから100万年早いんだよ。何してんだよ。骨折、救急車呼んで、救急車早く。俺の大事な友達に手出してんじゃねえぞ。すいませんって。あ、綾華、助けて、助けてよ。僕は綾華の言う通りにしただけじゃん。は？何言ってんの。マナと付き合って不登校にしろって、あのアバズレ女が。本当か。本当だったら分かれる。嫌だ。じゃあ言えよ。やってない。本当は。本当に。俺嘘嫌いだよ。タクヤ、怖い。で、どっち？すいません。もう二度と顔見せんなよ。ごめんな。怒ってる？なんか言えよ。ねえ、あれいる？ガム？欲しい？違う。え？俺たちのあれはガムでしょ。これ。これ。ウケるっしょ。ウケる。唯一無二の幼馴染ね。ちょっと違う。え？やっぱ恋愛って錯覚でしょ？